皆さんこんにちは、青木美沙子です。今北京におります。明日と明後日土日で来店イベントがあるんですけれども、今日はね金曜日、今到着しました。でお部屋がすごく豪華なのでご紹介していきたいと思います。はい、こちらがお部屋になっております。じゃじゃーん。まずね、入り口こういう風に入ってきて、応接間というか、私一人でこの部屋泊まってるんですけど、応接室でテレビがあったりして、でここでなんか多分仕事とかできるのかな。で外の景色、今ね19階にいるんですけど、まあ結構ビル群って感じかな。はい、でここが書斎で、こっち側がじゃーん、ベッド、すごい大きい。本当に一人で泊まっていいものかっていうぐらいスイートルームに泊まっております。で外の景色、そんなにビルはないって感じ。そしてそして今日のコーディネートはピンクハウスさんです。空港コーデ、島村のバッグと島村の靴を履いておりますけれども、こんな感じでした。はい、そして中入るとお風呂、そしてシャワーもあって、ここはねメイクできる感じになってたりとか、こっち側にも洗面所があったりとかします。すごい豪華な、もうほんと迷路のようなお部屋になっております。はい、こんな感じで明日、今週結構1週間、まあ明日明後日土日のイベント頑張ります。今日は早めに寝たいと思います。皆さんおはようございます。今日はこれからメイクをしたいと思います。今日のイベントは初日なんですけど、開会式、開店の日の儀式と一日店長のイベントです。今メイクしてもらってます。バービー、すごい。つけまつげつけました。着替えました。これからウィッグをつけたいと思います。就是你不能显得他哪个男的都爱，但是我觉得他拍出来的效果还不如不改呢。どこだ？どれだ？どれだ？そう、髪の毛の量が多いのよ。毛量が多いから、そうなの、きつい。そうなの、そうなの、毎回そう。完成しました。ちょっとウサギちゃんっぽい感じのアリスっぽいお洋服です。これから開会式に向かいたいと思います。メイクはこんな感じ、すごくない？いつもと違う。とウィッグもかぶりました。すごい可愛い髪型にしていただきました。頑張ります。鏡子里没我吗？没有你，没有你。OK， 这角度看不到你了。就亮点的美颜机呗。红色、绿色、粉色、深橙色、蓝色、赤、ミント、ピンク、黄色、蜜色。我照给你接。真的吗？皆さんこんにちは、青木美沙子です。そしてサトシです。
今は北京にある夢と宝っていう店に来ています。北京にある森田セレクトショップになるんですけど、そちらでのイベントの様子をご覧ください。それではどうぞ。猫ちゃんです。こちらのショップには中国のロリータブランドが200以上入っていて、いろいろなロリータブランドのお洋服を見ることができます。皆さんこんにちは、青木美佐子です。大家好、我是金木美沙子。今北京にある、ロリータのセレクトショップに来ています。すごくたくさんのロリータファッションのお店がセレクトで売っていて、すごく広い店内になっています。もしね、北京に来る際があったらぜひ皆さんも寄ってみてほしいです。そして今回はこちらのオープニングイベントのゲストとして呼んでいただいています。今日はテープカットがあったりとか、あと店内の来店イベントがあったりとかするので、そちらの様子をご覧ください。どうぞ。こちらが店内の様子です。縦長になっていて、さまざまなエリアに分かれています。そして小物などもたくさん売っているので、この中で頭の先から足の先まで全身コーディネートすることができます。靴などもね、売っていたり、バッグや靴下などなども売っているので、さまざまなね、コーディネートを組むことができます。そして制服ファッションや子供服なんかも売っていました。なので家族で着ていらっしゃる方もいて、すごく素敵なショップになっています。そしてオープニングイベントだったので、スイーツなども用意されていました。モデルさんたち皆さんといろいろな場所で撮影をしました。北京に来たらすごくかわいいお店なので、必ず来たいお店です。おいしいパーサイ。お店の入り口はこんな感じになっています。かなり縦長の大きな感じのお店になっていて、ショッピングモールの中に入ったお店になっています。中国では割とタオバオなどで通販で買うことが多いと思うんですけど、なかなか試着とかは通販だとできないんですが、こういうお店があると試着などもできたり、実際に見ることができるので素敵ですよね。そしてお店にある貼るポスターにサインをさせていただきました。 I love ロリータと書かせていただいています。ちなみにゴールドで書いたんですけど、見にくいということになり、黒のペンでも書きました。 O I ロリータと書かせていただきました。サイン会と撮影会をやらせていただきました。たくさんの方が並んでいただいて、とっても嬉しかったです。北京にもたくさんのロリータちゃんがいるので、皆さん私のことミサコではなく、中国語だとメイシャーツというふうに言われるんですけど、みんなメイシャーツメイシャーツと呼んでくれて、そして私のことを知ってくださっていることもとっても嬉しかったです。たくさんね、写真を撮ったり、最近だとね、動画も撮ったりして、一緒に楽しませていただきました。海外でのね、こういう活動は私は10年以上続けているんですけど、
中国でのロリータ人気を改めて実感する機会になりました。たくさんの方との出会いに感謝です。はい、イベントから戻ってきました。結構ね、長い一日だったんですけど、まあ、イベント、オープニングイベント無事に終了いたしました。サイン会もね、たくさんの方に並んでいただいて嬉しかったです。明日は、お店の一日店長的なイベントで、北京での2日間のイベントは終了になります。これから、メイクとか落として、ウィッグとかも落として、ご飯に行きます。それでは、モデルさんやスタッフさんたちと中華料理を食べに来ました。すごく豪華なレストランになっていて、割と映えるものもたくさん出てきたんですけど、最近の中華料理は円卓がね、自動的に回るというシステムなので、自分で回さなくても円卓が回ってくれるっていうシステムになっていて、すごかったです。お刺身なんかもね、出て豪華なお料理をいただきました。角煮もね、柔らかくて味が染みててとっても美味しかったです。そしてカニ料理だったり、もちろん北京ダックもいただきました。とっても美味しかったです。皆様おはようございます。すっぴんです。今日は2日目ですね。イベント最終日になるんですけど、今日は1日店長のイベントになります。今ヘアメイクさん待ちで、今日もホテルでヘアメイクをしてお店に行くという流れになっております。はい、ということで今日も1日頑張りたいと思います。はい、ということでメイクも完成したので、これからショッピングモールに入りたいと思います。こんな感じで中国のかなり大きなショッピングモールの中に、今回のお店があります。今日のお洋服はこんな感じで、ちょっと短めな感じのお洋服、カンカン帽してます。今日も一日店長のイベント頑張ります。
はい、こんな感じで色味もピンクな感じですごく可愛らしいお洋服がたくさん売ってます。そして小物とかもたくさん売っていたり、いろんな、中国のロリータブランドさんのお洋服とか小物もたくさん売っています。こんな感じになってます。はい、奥まで行きます。結構縦長のフロアになっていて、試着室もめちゃくちゃ可愛いです。そしてこっちの中に入るとこんな感じでレジも可愛いし、こっち側にはバッグがあります。結構いろんなバッグが売っているんですけど、こういうなので全身トータルコーディネートでお洋服を購入することができます。ぜひ皆さん遊びに来てね。これからサイン会をします。イベント2日目のサイン会撮影会の様子です。まずはサインをして、それから写真を撮るという流れになっています。皆さん携帯に書いてほしい名前とかを書いてくれていて、それを私は漢字が多いので中国なので真似して書いて、お名前も書かせていただいています。このようにね、触れ合えることはすごく嬉しいなと思っています。中国にもたくさんのロリータファッション好きな方がいるので、本当にこういう時間は毎回毎回大切な時間にしています。通訳さんがね、通訳してくれたりするので会話をしたり、もちろん日本語で話しかけてくれる子もたくさんいるので、すごく嬉しかったです。ハートを作ったり、いろんなポーズをして写真を撮らせていただきました。ハグもね、してほしいって言ってくださる方たくさんいるので、ハグもしたりしています。愛してる、愛してる。日本語でね、お手紙をくれる方もいたりして、すごい日本語上手でした。ホテルに戻ってきました。2日間終わったんですけど、これから夕飯に行きたいと思います。
夕ご飯は大好きなココナッツ鍋を食べてきました。2日間イベントありがとうございました。